リカちゃんです。やってる？リカちゃんさん。うん。今日は何を？今日は登録してる人おっさんばっかりだろ。確かにもうほぼ男性。ね、はい。ちびっこにも人気が出るように考えてきたんで。はい、おお。なんでしょう。絵描き歌を考えてきた。絵描き歌で何を描くんですか。想像しなさい。何を描くんですか。絵描き歌で。ブリーフだ。どんな歌なんでしょう。うんちが一つありまして。うんち想像できてた。まずいきなりうんち書くんですね。たけのこ二つ生えてきて。おうんちからたけのこ二つ生やすんですか。うん。尖ったお尻でおならがブー。あっという間にブリーフダン。早いでしょう。それでブリーフダン書けるんですか。書ける。今の書きながら見せてもらっていいですか。分かった。でも普通には書かない。お尻で書く。お尻で書くっていうと、まさか鼻開きパンツあるよ。これに突っ込んで、はい、書く。っていうことは、もうじゃあ今回も広告は諦めるということで。いや、もうね、Google もね、だんだん緩くなってきてると思うよ。なってない。もう一応広告は諦めて、まあ、ちびっ子のためにやるということで、うん、いいですね。いや、広告はついてほしいな。よし、ちびっ子、これから絵描き歌始まるぞ。みんな集まれまずこの筆をお尻にセットするから。うんちが一つありまして。
けます。ミント筆を。これが今うんち一つありましてですね。うん。タケノコ二つ生えてきた。尖ったお尻で女らがブーおー隅一回使います。あ、もう最後ですね、次あっという間に苦めなんです。はい。もう一回ちょっと説明してもらっていいですか。うんちが一つありまして、タケノコ二つ生えてきた。尖ったお尻でおならがブー。あっという間にブリーフダンと。おお。ブリューダンちょっと横に顔を出してもらっていいですか。確かにブリューダンになってますね。良い子のみんなはお尻じゃなくて手を使って書いてください。手を使った書き方はこちら。うんちが一つありまして、タケノコ二つ生えてきて、尖ったお尻でおならがブー、あっという間にブリーフダン。ちびっこ、俺はお尻で書いたけどちびっこは手で書いてくれよな。じゃあチャンネル登録よろしく。